たします。どの辺がお疲れでしょうか。腰と首ですかね。腰と首ですね。体の調子的にはいかがでしょう、うんうんうん、悪くはないんじゃないですかね。そういう足のマッサージをしたりもしてるし、そんなに痛いとかっていうことは、仕事量もまあまああんまり無理しないようにしてるんで、パソコン作業の時間が多いから、あ、そうか、そっちが増えてると、あんだけ動画上げてるとその辺大変だなと思って。ああ、確かに。それもね、仕事の一部だろうから。そうですね、あれもまあ結構仕事のうちですね、うん、まあ、どんな仕事もね、まあまあ、まあね、楽な仕事はないんでね、ありますね。今、3日に1本ぐらい、2日に1本、ね、あ、そうですね、週3から4上げるようにしてるので、そうしてからどれくらい、え、そういう風にしだしてから、うん、そうそうそう、2ヶ月くらい。おー、すごいね。施術動画で そういうのを2ヶ月ってすごいな。力加減はどうですか。あ、もうちょっと強くていいかなって思いますね。うん、あ、そんぐらいですね。あ、でもなんかこう同じ日に、はい、こう複数の人にしてもらうってこともあんまりないので確かに、なんか全然違うもんなんだなっていうことを、あ、人によって、うん、感じますね。うわですか。だったね、やっぱりこの辺がすごい、流れを見てもらうんだったらそれぐらいじゃないと。施術を覚えたくて流れを見たい人もいるから。痛い。もう本当受ける側にならないといろいろ分かんないもんですね。受ける側になったり、その普段いらっしゃるんじゃないタイプのお客様とかね、うん、いろんな人にと交流をするって大事ですね。同業者同士でやりっこするのが一番勉強になる。勉強になるなる、うん、ドキドキもするけど、うん、そうですね。あと必ずこうしなさいって言うんじゃない方がいいですよね、うん、なんかこう誰か一人がこれが正解のやり方ですっていうので集まる方法だと、うん、それに合ってるか否かでしかなくなっちゃうから、うん、まあね、誰かが先生の中で習うんだと違う、あれはそうなっちゃうけれども、うんうん、そういうね、そういう概念じゃなく
なんか集まってやりっこするのだと一種格闘技戦みたいな、ボクシングとムエタイとみたいな、うん、いろんな格闘技が集まるやつで違うものが入るっていう方が、うん、なるほどこんなやり方もあるのねとか、うんうん、この人がねプラスになってるから、うん、1×1 がね、うん、1×1? 1+1 が2だけじゃないから、うん、そう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 、ね、かけちゃったら1しかないな。わかりますよね。うん、全然わかる。見たい。今入ったな。足が踊ってる。あ、でもそっちの方が気持ちいいかも。あ、痛い。痛い痛い痛い。人は笑うってね。はあはあなるんですよ。こっちすごいねやっぱり。筋張ってるというか、なんちゅうか、
ど。うわ、失礼。でこしたな。Yeah.